コラボ企画スペシャルゲスト、今回は土佐兄弟さんです。お願いします。土佐兄弟です。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。来ていただいて、ありがとうございます。なぜ急に土佐兄弟さんなんだって思ってらっしゃる方も、いや、なんでって思ってる人いっぱいいると思う、ね。エルフは本当に土佐兄弟さんが大好きなんです。嬉しいけど、めっちゃ嬉しいわ。そんなら別の番組でお会いした時に、うん、お兄ちゃんさんとお話しさせていただいて、うん、あ、タメ口でいい先輩初めて見た。わかんない、それが。そんなはっきり俺の前で宣言したよね。なんかお兄ちゃんさんの先輩ですけど、タメ口でいいですか。そういうわけはないよ。そういうの絶対しないんですよ、先輩に。そう、全然お兄ちゃんさんと会った時から、あれ、この人にはタメ口で行きたいなって。おかしいんだよ、それが。マジで、いや、みなつき倒してます。そうなんですよ。ありがたいよ。全然なんか嬉しいことだけど、うん、で、お二人の、あの、動画にも出させていただいて、はい、ありがとうございます。今回はですね、はい、私がこのギャルズを使ってゆうきさんにギャルメイクをさせていただくんですけど、お兄ちゃんさん、これは、ね、うん、春メイク、はい、大丈夫、どうします。春メイク、はい、春にメイクしてもらう。春の今のメイクをお兄さんにだから、ほんのちょっと濃い俺が感じた。春みがさ、春み、春みって春みが増すんだ。春とお兄ちゃんの、そんなことないよ。嬉しい。じゃあ早速、はい、スタート。人にメイクしたことはある？ないですよ。ないおなじみとかじゃないの？ないです、ないです。なんか余計不安になってきた。よし、はい、俺はシンプルになんか楽しみだな。じゃあ私はゆうきさんには、お願いします。カラコンを、あ、カラコンつけていただきたい。俺人生で初めてカラコン入れるの。あ、確かにね、入れてる子もいたもんね。それ楽しみだ。そうなんだ。これもちょっと強めです。どれがいいですか？それもやっぱ荒川先生に全部プロデュースして。プロデュース。え、待って、スタイルは何？その立ちと座りっていうのはなんか決まってるの？確かに春はずっと座ってるもん。いや、私はどっちがやりやすいとか今まだ分かってない。初めてだよ。初めてだよ。どうなん、はい、塗ったことあるわ。塗ったことあるわ。すいません、あの、春メイクのワンマンにならないやめて。絶対こっちだから。待って、俺ドーラーは俺が自分で塗るの。絶対こっちだから。そうだよ、軸で、こっちが軸は、軸はこっち。一回飲んだ時にこういうところが嫌だよねって話したの。2人は声量が桁違いやから、ね、気をつけてください。でかいよね。勝ちに来い、それは。そっちで、そっちで調整してくれよ、それは。ね、何にも進んでない。何もしてない。趣旨違いになったら申し訳ないから。うわ、カラコンってこんななんか薄いんだね。そうなんです。合ってる。え、塗り方その猫みたいな。いや、わかんない、わかんない。めっちゃいいですね、ゆうきさん。めっちゃいいよ。カラコン入ってる。めっちゃいいよ。ほんまや、似合ってる。でもなんかちっちゃい時からさ、知ってるやつがそこでカラコンしてるのがすげえ粋がってる感じがするよ。ちょっとどこで止まってんの。こっちの面は私が使ってないもので大丈夫です。いえいえ、全然全然。失礼します。白くない。マジな、白くない。白くない。大丈夫。じゃあこっからアルメイクで色調整しますね。アルメイクだもんね。マネージャーさん顔真っ赤になるから笑ってますけど。おい、ふざけんな。お二人は何歳差なんですか、ご兄弟で。僕ら7。あ、だいぶ離れてますね。7歳差で小学校もかぶってない。かぶってない。ほんまや。俺が卒業した時に入ってきてる。そうそう。会話とかその合わへんなみたいな、ジェネレーションギャップみたいなのある？あるよ、めちゃくちゃ。へえー、そうなんですね。めちゃくちゃある。だから出囃子とかすごい。あ、そっか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 。え、結局どうなったんですか、それは。大人になってからの2人が知った曲にしようっていう。あ、関係であるなんかね、バンドのどのやつ。違う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 。いや、申し訳ないな。指示通りにやってるんですけど、はい、あ、でも綺麗ですよ。綺麗ですよ、ほんまに。大丈夫、はい、大丈夫。マジドラキュラ。何これ、ハルメイク。え、ちょっと待って、ハル、ハル大丈夫、信じてください。面白メイクは一切しない。一切ない。面白メイク禁止なんで。もちろんですけど、面白はいらないもんね。はい、はい、可愛くしたいっていう。あ、でもでもそんなふざけ方はさ、そうです、そうです。誰でもできるもんね。はい、OK、はい、です。ありがとうございます。お二人ってなんかご自身の話を YouTube で上げたりとかされてたりしますか？うん、ほとんどしてない。ほんとご自身のラジオとか。ラジオとかだけだね。へぇ、だなんか新鮮よね、こうやって。そうです。お二人の話をすごい聞きたいんですけど。したいんだけど。何ですか？いや、顔見られ、見たろ。ちょっと、これ今途中だから。そう、今から色見て。
挑戦してるから。これで面白がるとこじゃないんですか。そうですよね。え、待って、これさ、え、もうそのなんか挑戦みたいなの入るの。何何お兄ちゃん、し、しお前もう任せろって。分かったから分かったから分かったから信頼よ。タグヤってそういうとこあんのよ実は。すごい大丈夫かすごい。あーやっぱお兄ちゃんなんすね。いやいや、まあ、信じるよ。渡辺で言ったらどなたと仲いいんですか。パーティーちゃんの、うん、菅ちゃん最高ナンバーワンとか。あ、が同期なんですよね。ほぼ同期で仲良くてもうずっと遊んでて一緒に。もう8年9年ぐらい仲ですか。そう。動画って始められて何年ぐらいなんですか。うん、3、4年ぐらいじゃない。それきっかけあったんですか。きっかけはね、本当に前説の仕事が多くて、はい、前説の楽屋でなんとなく撮ったら、はい、みたいな。そうなんですか。じゃあちょっとこれやってみようかみたいなところからちょっとやりだして。で YouTube が一番初めですか。いや最初ね、インスタ。リール、まあ、まだね、リールっていう概念もなかったから。マジのノリ。マジのノリ。暇すぎて。だから最初の頃の動画とかはキヌタスタジオっていう東京の、はいはい、わかります、あのスタジオの駐車場とか楽屋とかで撮ってた。だって1500本ぐらい TikTok 上がってるって聞いて。1500ぐらい上がってる。全部ゆきさんがその考えてるというか V 一応えぐいっすよ。考えて。お兄ちゃんは何も考えてないけどね。そんなお兄さんのメイクが完成しました。完成した。え、もう完成したの。見ちゃうの。見てない見てない。え、これ完成したの。早くね。早くない。早くね。完成しました。え、これもう完成なの。だって大丈夫なのこれ。ほんまに普段の私の春ね。いつもじゃあ所要時間もこれぐらいなの。で、何やったら今日は走ってます。いつもよりもちょっと、はい、長いぐらい。長いぐらい。もうあっという間だってマジで。はいや、俺自分でファンデーション塗ってる時間の方が長かった。なんかな、こんなんやした早い方がいいに決まってますから、メイク。そら、そうです。今、まあそうか、朝の時間の体調とかってことだよね。待って、俺普段しないんだけど、これを参考に。早い方が絶対いいですから、ちょっとまあ、ゆうきさんの感性を、はい、ああ、まず見ます、ね。はい。労力の割にトークも参加してこなかったですね。まあ、ナチュラルメイクだから、そうですね。すごいわ、人にメイクするって。むずい。難しい。メイクさんの凄さ分かった。凄さ分かります。思います。すごいです。で、ではちょっとじゃあこの来た。何ですか。ギャルズを出た。ギャルズ使わせていただきたいと思います。道具の種類が違いすぎるわ。何ですか。そうよ、すごい量。私が多すぎるかもしれない。そうです、はい、じゃあ荒川ちゃん待ちみたいになるでしょ春は。でもそうですね。確かに。でも春の人生でほとんど荒川待ってる。待ってるかもしれない。ほんまに8年一緒に組んでる。プラスヘアセットもあるんだ。荒川はうん、そうか。春、安心して。このあげもれグリッターはもう春を待たさなくて大丈夫。マジで時短、簡単にキラキラ愛ができるんです。こちらは高値のキラカブロンズ×シルバーがもうむちゃくちゃ可愛い。これこっち側がこう伸ばすあげもれチップって言うんですけど、うん、これこの端っこまでこのラメを移動させれるんですよ。それがマジ揚げ。あれちょっと待って。俺らもそうだな、揚げるやん。ないですよ。ないですよ。ないファンデーションいっぱい塗ってと。うわ、すげえ。なんか噂によると、うん、キョンチーから聞いたところによると、ゆうきさんは高校生あるあるやりすぎて、うん、どんどん高校生になっていってるって聞いたんです、いや、本当にやばいの最近。身長とかも2センチぐらい伸びてんの。ニキビできたり、ちゃんと高校生みたいな恋愛しちゃってんだ。どういうこと。だから誰も大人になんかなってないんかもね結局ね。やばいからな。あのキャルも中学生みたいなとこあるんで。私も中学生みたいな。わかるわかる。ずっとです。ほんまに楽しかったもんね、飲んだ時ね。なんかめっちゃ楽しかった。ほんま楽しくて。恋愛の話とかしてね、はい、キョンチーと、うん、チャンピオンの大ちゃんさんと、うん、ゆきさんと飲んでね、うん、ほんま楽しかった。一個もお笑いの話してないんじゃない。してない、ね、どういう人がいいかなと。ガチで高校生の放課後みたいな。いや確かに。逆にお兄さんはどなたと飲みに行ったりとか仲良い。俺でもマジで都築、四千頭身。あ、そうなんですね。都築しか行ってないかも最近は。もう家もめっちゃ近くて、そうなんですね。週1、2で2人で夜走ってランニングして、でなんかあるたびに夜ご飯食べ行ったり、なんかライブ終わって一緒だったら帰り飲みながら帰ったりとか。
うわ、めっちゃいいな。だからうちの奥さんとか子供とかももう鈴木のことをめっちゃ大好きで、うちの家族と鈴木だけでホームパーティーやったりとか、めちゃくちゃ仲いいよね。それ仲良すぎません？仲良すぎる。でも信頼してるってことですね、奥さんが。だから鈴木とだったら別にいつどこで何してでもいいよ。なるほどなるほど。実家来たりしてたよね。あ、そうそうそう、うちの母親とも一緒に来たことあるし。俺が全然いないところで、二十歳になって初めてお酒飲みに行くみたいなのを俺と一緒に飲みに行って、さあこちらは幻想桃色天使02番エンジェルピーチ×キラキラはもうマジで都築さんとお兄ちゃんの関係ぐらい確かなもの、マジで可愛いです。あげ元が本当いいですね。むっちゃちょっといい感じになっていってます。涙袋もめっちゃこいつ、さっきもさきさんとマネージャーさんの反応が全然ちゃうもんな。お兄ちゃんめっちゃいいですよね。ゆうきさんの時俺の時顔赤くして笑ってためっちゃいい感じ。いい感じ。お肌なんかやってます？何もやってない。ガチ、でももう声褒めてくれるメイクさん。確かに確かに。もう30人以上やってる吉本の芸人、森山さんさせていただいた時にほんまに中村アンさんみたいです。2人でうわ中村アンさんやこれってなって、うん、楽屋のみんなになんか店に行ったら森山さんにお前話しちゃうやんほんま中村アンやってって言って褒め、なるほどね。本当に中村アンさんみたいだったんだ。そうですそうです。じゃあ勇気も誰かっぽくなんだ。確かに誰っぽくなんだろう。ガチモンのゆうちゃみが出来上がるかもしれない。うそ、ガチモンのゆうちゃみだいぶ可愛い。勇気だからもうゆうちゃみだそうか、まあでも色の白さとか。そうですね、そうですそうです。兄弟って違うもんね、全然俺らね。髪質もちゃうってことですね。髪質も違うし。お兄さん苦労されたでしょう。何がしてないよ、苦労何をやめて勝手に苦労してきたみたいな。お二人なんかスポーツやってたんですか？これね、俺がやってない。俺はもうずっとサッカーやった。あ、やってそう。小中高やってそう。ずっといるでしょ、多分各学校のサッカー部に一人いると思う。絶対いるね、こういうやつ。います、います。何回も言われたことある、あの元カレにそっくりです。ありそう。違う名前で街で竹中くん、あ、ごめん、間違えました。そんなとか、今横浜にいましたとか、大阪にいました、北海道にいますとか、ずっと東京にいるの。そうですよ、絶対。あ、まあ、めっちゃ、多分俺みたいなやつめちゃくちゃいるんだろ。めちゃくちゃいるでしょ。いますね。え、お兄さんなんでやらなかったんですか、スポーツ。こいつはひどかったよ。いや、俺なんかやってたんだけど、続かないんだよ。こちらのグリッターのキラキラさは永遠に続きます。絶対主役度01番オーロラ×大粒フォロワー、もうマジで自分が主役級の輝き。はい、お兄ちゃん続きお願いします。まあ、小学校6年まで一応サッカー小学校やってたんで、でも全然上手くなくて、もう嫌で。めっちゃ嫌だったの。そう、で、中1から野球部入って、で、1年ぐらいで辞めて、で、そこから卓球部、水泳部、相撲部、ハンドボールを経て、点々と点々と、でも全部2ヶ月ぐらいで、でも高校からもバンド行ったく。あ、そっかそっか、でもよかったですね、バンドに出会えて。音楽を作ってくれたよ。そうですね、くっつけんね音楽を作ってくれたよ。何者にもなってないから、お前今芸人やってる。全然関係ない。ゆうきさん、パッてこっち向いた時の横顔めっちゃいいっすね。いい？ギャル感出てる。出てます。でも春はもう、あの兄弟あるある大好きですから。大好きです。あー、俺らの本当に、はい、ゆうきさんのファンですから。わー、ありがたいな。ゆうきさんのファンじゃん。ありがたい。兄弟あるっていうか、やっぱてっきりだから兄弟は別に二人のファンでいいじゃん。別に俺らのファンですからでいい。あ、そうですね、すいません、なんか本物のこと言った方がいいかな。本物のこと言った。確定したじゃない。何言っても突っ込んでくれるからもう楽しくて。お兄ちゃんはでも人を元気にする人やと思います。確かに。ああ、嬉しいよ、そんなん言ってくれる。めっちゃ元気もらえますね。ずぶとさっていうか、そのなんていうんですか、そのなんかあんま良くない。ちょっと明るさとかで良くないじゃん。いやでもこうやってなんか後輩がさ、エルフとか言ってくるのめっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいよ、それってね。ほんまに嬉しいです、お会いできるの。ほんまに嬉しいです。俺らもね、大好きよね、エルフ好きよ。だってこいつマジでやばい、なんかマジ関係ないやつで普通にハッシュタグやってる。いや、ダメダメと思って、普通になんか締めコメントみたいなので、ハッシュタグ
あ、すみません、すみません。いや、でも、それはもうあれだ、エルフのものだっていうのがちゃんともう周知されてるぐらいの動きよ。ボケで、うん、私だけ、いや、それ、アホカちゃん、エルフの、うん、だったらいいけど、なんか、以上、何々でした。よっしゅだそれ、ゆるい。いや、めっちゃやりたくなるハッシュタグってなんか、それはだから、ほんと荒川ちゃんのっていう元でやってる、嬉しいわがまま顔でやったわけじゃない、おかしいのよ、写真とかでもやるし、写真は結構やってる、ほんとですか、めっちゃやるよ、これ嬉しいです、すごっ、やめてください、でラジオやってる人がに、最後終わってスタジオで一枚じゃあ、配信用のやつで、それやってる時なんか、なんか3ヶ月ぐらいこれやってた、めっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しいな、だからミーハーなのよ、めちゃくちゃ、ああ、ミーハーかもしれない、あ、そうなんですか、うん、絶対なんか収録が終わってちょっと有名な人とかいると、うん、出てくるの待って、うん、写真撮ってもらっていいですか、絶対やるってさ、なかなか会うことできないわけ、俺マジ一番恥ずかしいなと思ったのは兼近くん、どうか、ああ、そうですね、そうですね、もうさ、毎回兼近くんと写真撮ろうよ、うん、いや、そう毎回やんだ、待ってんだよ、ずっと兼近くん出てくる、性格全然ちゃうもんですね、違うの、ゆうきも別にでも結構割と明るい、だってすごい最近友達めっちゃ増えてさ、えドラマとかをやったからって言って、え、何のドラマ、あのね、去年ね、日曜劇場に出てたんですよ、実はそうなんだよ、そう、阿部寛さんの主演で、横浜流星君とかと、え、見たんですか、見た、横浜流星、横浜流星え、えぐいよ、横浜流星さん、聞こえるってことで、私お兄さんの声量でもう爆発してちゃうそこまででかくね、中村アンさん、もうじゃあ見てもらいたかったな、まあ見たかったな、見たいわ、失礼します、つけまつけまー、あ、来た、つけま出た、つけま、マジで完成楽しみやな、ね、さん、あ、どうしようかな、作ろうかな、わー、何が、うわー、ごめんなさい、ちょっと待ってください、怖いです、やめて、そのビビったわ、これ振った方が二人にはなるんですけど、うん、メイク落とすのとか時間、あのちょっとだけ、いや全然気にしないですか、入るんや、大幅とか、あらかちゃん自分のメイクするとき大体1日どんぐらいかかってるんでしょ、髪の毛と合わせて1時間ぐらいですね、うわ、かかるね、すごいな、え、ご結婚されて何年ですか、8年、え、結構じゃ前、ね、だって、そう、娘が7歳、今年7歳と4歳、そうなんですか、そう、そう、ちなみに出会いは何ですか、俺の誕生日会をなんかある飲み屋でやってくれて、でそこの店員として働いてて全然全く絡めるんだけど、半年後ぐらいに目黒川のところで勇気にダンスしてたら後ろ通りかかって、あ、すいません、え、めっちゃうちのバイト先で誕生日会やってましたって言って、おーおーやってました、で俺もまあ可愛かったなと思ったら覚えてて、でそこで連絡先交換して、マジでも、まあ、逆なんよ、でも本当その2、3週間後ぐらいに付き合って、しばらくメイト連れてくださいね、で、その3ヶ月後に結婚した、半端ないスピードだったから、最高ですよ、あ、でもなんかそういうの原理的にあるらしいですよ、物質的に引き合うものはすぐ引き合うらしいです、うん、じゃあ俺その原理に従ってもうすぐその合う、合う物質同士はすぐ、はあ、手止まってるよ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、全部、え、出会うゼロです、ゼロ、出会いゼロってことはないし、でも春お相撲大好きです、最近ねそれ言って俺なんて答えたの春相撲大好き、その相撲部の頃の人とか紹介でね、紹介ないです、あ、ね、俺が相撲部だった時の友達とか、あ、いいのはいるけどね、はい、あ、ほんまですか、え、それスガちゃん最高ナンバーワンさんにも全く同じこと言われます、スガちゃんさんの同級生でガタイイ子を今度飲み会連れてくるわって言われてえ、ガタイイ人が好きです、いや、そんなことないです、ね、全然全然大丈夫です、すいません、好きになりゃ関係ないんですけど、今はそのお相撲さんブームが来てる、見に行くの、国技館の試合とかまだ行けてないんです、行きたいんです、行きたいよな、俺も行きてんだよな、サンクチュアリ見て迫力を見てみたい、いや、ほんまにあれ出るんだ、え、すいません、女子ってこういう感じなの、めっちゃいいマジで可愛い、嬉しい、なんか女子になった気持ち、だからこんな可愛いって言われるの嬉しいんだ、そうですよ、めちゃめちゃなんだ、言った方がいいね、ほら、言った方がいいです、めっちゃいい、可愛いねとか好きな人に言った方がいいんだ、絶対可愛いです、私これ通して伝えてるんですよ、芸人さんに、素敵な活動だねそうだったんだ、こんな労力をかけて何も言われないってちょっとショックかも、そうでしょ、うん、なんか反応してもらえる方が嬉しいですよね、嬉しい、俺も笑われましたけどね
それはお兄ちゃんさんのそれはその愛嬌です。愛嬌、はい、うん、みんなお兄ちゃんのことが好きだと微笑んでるんで。確かに、あ、出来上がったね、でゲラゲラゲラみたいな完成したことの現象にみんな笑う。お兄ちゃん大好きっていう、子供が絵描いたの。あ、そう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 、上手い下手とかじゃなくて、まあ、そう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 、バカにされてませんか。そんなことないんですか。全然違う、エルフのチャンネルバカにするのに NG です。じゃあ、じゃあ、はい、信じてください。自分の目元の感覚じゃないもん。あ、本当ですか、うん、え、重い。いや、なんかもうすごい視界は超優しい。確かに、なんか、じゃ結構今までの中では成功の部類に入るのかな。いや、大成功です。ほんまにありがとうございます。もちろんギャルズも全使い。全使いです。ギャルズすごいよ。ありがとうございます。やっぱ誰でもできるわけじゃないのギャルメイク。この、これ使ったらめっちゃ簡単、正直。それでこれだけで、はい、いける。そう、ギャルズすごいね。ギャル専用じゃなくて、別に私みたいにナチュラルメイクでも使える色とか。待ってる間ぜひ使ってほしいです。この茶色とか目の上にちょっとだけじゃん、ちょんって塗って反対側で伸ばす。あ、マジでいいっすわ。成功成功成功。さっきの塗ったシャドウとめっちゃ色あったんです。あ、なんかちょっと大人っぽくなりました。結構な大人やと思った。相当大人よ。綺麗な大人の目元になりました。いい、ほんまに普通にキラッとしてます。すいません、でも終わります。なんかいいから、いいから、めっちゃ怖なってきた。逆に出すのか。そう、怖い、出すのが。過去一出た。いや、ガチで可愛いです。今から仕上げに入りまーす。できましたー。イエーイ、イエーイ、すごいね。結構ガッツリ時間をかけてね、ギャルにさせてもらいました。見ましたか。まだ見てない顔。まだちゃんと見てない。まだ見てないですか。じゃあ鏡渡します。はい、うわー、はい、え、なにこいつ、可愛くない。うわー、え、やばめっちゃギャル。え、やばよくないか。え、いいですよね。ちょっとそうでしょ。めっちゃいい、ほんまに。めっちゃギャルじゃん。マジで可愛い。あ、でもいるかも。ほんまに、なんかこういうギャル。イエーイ。うわ、え、すごいな。うわ、すげえ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。おー、こんなことになるの。このまま、いい、ちょっとゆうちゃみとしてさんま御殿とか出るか。出ないかな。圧巻じゃないですか、テレビ界。圧巻の。可愛いけど。うわー、すげえ、ありがとう。なんか楽しかったよ。お兄さんも、はい、ハルメイク、はい、なにこれ。目の目見てください、ね、俺がハルメイク。これ俺の顔汚くない。汚いってない。汚くない。俺の顔そんな悲しい言葉ないだろ。汚ねえ。ハルがだってメイクしてそんな汚いなんて。汚い、本当にもう完成でいいのか。ハルメイク汚いってなんか。な、何汚いって。いや、ね、なんていうのか。オープニングでおっしゃってた、俺がちょっと。いや、ほんと、ほんとそうだよ。白くなった。ちょっと濃くて汚くなったわけだな。おいえ最高。なんなんこれ。いやー、何がハルメイク。うわ、なんかいいなこれ。俺もやりたいよ、これギャルで。ほらハルポーズだからねえだろ。いや、嬉しい。ふざけんなよ、なんだよこれ。嬉しい。ハッシュだー。やってねえだろ、グーなんて。